どうも、アイチーです。突然なんですが、皆さん、真剣ゼミをご存知でしょうか？実際にね、真剣ゼミ受講してるよっていう方もいらっしゃれば、受講はしてないんだけど、まあ、CM とかでね、名前は聞いたことあるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、今回ですね、私、ハイチ、真剣ゼミさんというか、まあ、ベネッセさんですね、と初めて一緒にお仕事をさせていただくことになりました。で、その、どういう風に真剣ゼミとちょっと関わっていくのかっていうのを今回ね、動画で説明していこうと思います。で、その内容なんですが、中学3年生が対象になります。で、中学3年生はなんか受験特別号みたいな感じでね、まあ、受験頑張っていこうぜっていうのが実際に、ね、皆さんの元に届くわけなんですが、それプラス、その特別サイトができます。まあ、受験生しか入ることができないサイトにはなるんですが、そちらの中で、自分と、まあ、真剣ゼミさんがコラボした動画が、まあ、特別な動画がね、流れることになります。で、その内容なんですけど、まず、皆さんの元にも夏休み模試が届きます。模試テストがね、届くんですけど、その模試をですね、実際私やりました。で、やったものは今回ね、みんなの元に届くものとは違くって、去年の受験生、つまり1年前の、問題にはなるんですけど、自宅でですね、ちゃんともう時間を計って、ガチでやりました5教科で、その、結果とかも多分発表されると思うんですけど、志望校とかも書いたんでね、それも多分発表されると思うんですよ。で、実際にまあみんなもね、その模試を受けてもらって、そのみんな自身のためにもちろんね、模試を受けてほしいんですけど、やべえ、社会ハイチに勝ったぜとかも絶対あり得ると思うんでね、まあそんな風にもちょっと楽しんでもらえたらなと思うんですが、まあその多分模試を受けてるね、様子もきっとどっかに多分出てくると思うんで、まあその辺も楽しんでもらえたらと思います。で、もう一つがですね、皆さんからいただいた相談ですね、勉強面だったり、まあ勉強と関係ないものもあるんですけど、そちらに答えるっていう動画も撮影予定でおります。なので、もしよかったらね、そちらもぜひ参考にしてみてください。なので、まとめるとですね、まず自分も模試を受けたので、みんなも模試を受けてもらって結果が出るじゃないですか。で、その結果をね、あー、このぐらいだった、よかったとか、うわ、まずかったで終わるんじゃなくって、その結果を踏まえて9月以降のみんなの受験勉強、こうやってその結果をね、活かしていこうぜって、そんな話ができたらなと思っております。で、もう一個はそのみんなからもらった相談ですね、に、ほんと自分の思うがままになりますけど、その相談に答えるっていう動画をね、撮って、そのサイトの方で見れるようになりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。ただね、今回はその真剣ゼミさんを受けてる、受験生限定にはなってしまうので、対象はね、ちょっと限られてしまうんですけど、ぜひ対象に入ってる方は、そちら楽しみにしてもらえたらと思います。